ということで、今日は荒井さつきさん、さっき言った荒井さつきさんとご飯、一緒にご飯を食べるということで女子会です。さあ、何を話そうか。会社でもない、うん、普通の地元の友達でもない人とこんだけ仲良くなれてなくないですか、うん、ないですよね。下手したら本名とか知らない人いるわけじゃないですか。確かに。すごくないですか。確かに、それは面白い。自分もオタクやってみたいです。うん、確かに。オタクというものが面白そう。もう本当に旗から自分がパッて出てきて見たらゆきちゃんにガチ恋でした。意外知られそう。チェキとか取りに行って、いやありがとうって寝られてると、ありがとうさっきとか言われるんですよ。大声で。
ガチ恋と推しの違いが分かるってことですか？分かりますね。へガチ恋なんだけど、推しはこっちだからこっちに推し変するねみたいなのがあって、それはやめてくれよって思うんですけど、でも分かりますね、気持ちは。推しさんの推しはでも全然分かりますね。一人しか選ばない時とかってあるじゃないですか、うん、そういう時はもう一押しの理由としてじゃあ二押しさん推しはどこに出てくるの、うん、それは好きの類じゃないんですかってならないですか推しじゃなくないですかってなりません？なるほど。じゃあ一押しと二押しがひっくり返ったってどういうことですか？そういうおっさん、それはそういうことですよ。それはそういうことですよ。一押しと二押しとひっくり返ったんですよそういう方いますよね。昔言われたことあったわ、それ何ですか？一押し1と2がひっくり返っただけなんだって。どっちですか？私が2に降格しました最初は初めて会った時の話しましたよね。初めて会った時がすっげえクールだなっていう。いつでしたっけ？ビリブニッポン。私ができてもそんな話なかった。話さなかったですね。別にでもそれが仲悪いとか嫌いとかじゃないんですよ。そんなこと言ったら私タラちゃんとかとも多分血ができてからつい最近じゃないですか。そう1年ぐらい多分話してないですよ、サラちゃん。本当人事ってぐらい、うん、でもなんかこう自分がいなくても進むっていう話があるじゃないですか、うん、自分がいなくてもどうにかなっちゃうっていうのは、それは当たり前だから、自分でこうやりたいって思ってやんなきゃなんもないじゃないですか、うん、作んなきゃいけないけど、気持ちが落ち込んでる時にはやっぱりそう考えてしまう。というか言ってますよ、地下アイドル独特だって、自分の居場所がないと。あだからみんな思ってることなんだって。そう思ったら負けだと思ってしまった私は。同じですよね。なのに自分で作るんだよ、自分で言い聞かせる。そう私全て分かった上で悩んじゃうんですよね。それを私は改めて、お腹いっぱいめっちゃ食べた、めっちゃ飲んでしまった。大好き。